はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。早速ね、今日ご紹介するのはこちら。はい、やってた一番くじ、久しぶりの一番くじ、こちらのね、B 賞総十郎フィギュアっていうことでね、一番くじワンピース、極めの剣豪たちっていうね、はい、こちらの、B 賞のゾロ、これがめっちゃね欲しかったんですよね。なのでね、やってきたんじゃなくて購入しましたいや、あの近場のコンビニ置いてなかったんでね、まあ、買った方が早いかなと、まあ、特に B 賞だからね、ピンポイントで狙うのむずいなと思ってね、買った方が早いかなってね。はい、こちらマスターライズシリーズなんでね、結構、まあ、出来はいいんじゃないかなと期待してはいるんですが、はい、さすがね、開封して、まあ、ブリスターか、袋かどっちかわからないんで見ていきましょう。はい、一応ね、箱から出しました。ブリスターではなく、普通に袋でしたね、やっぱりね。まあここら辺は経費削減でしょうね。まあおそらくもう一番口でブリスターはないんじゃないかと思ってますけど、はい、では見ていきましょう。はい、まずね、支えのパーツ、補助パーツ、はい、で、刀、で、じゃじゃんとね、もう本体がもう一個、もうパーツで分けてなくてもう一つでもうまとまっちゃってますね。ちょっともうすでに刀が曲がっちゃってるんですけどねまあちょっとここら辺はね、ちょっとドライヤーで温めて、ちょっと直してからご紹介したいと思います。ではね、早速開封して、細部見ていきましょう。はい、はい、組み立て終わりました。はい、ではね、早速、見ていきましょう。はい、こちら、いや、かっこいいな、やっぱゾロはね。いや、いいわ。まあ、さやもね、ちゃんとドライヤーで温めてまっすぐにしました。はい、めっちゃ曲がってたからな。まさか一つのね、パーツ分けしてなくても一つのフィギュアとしてもう入ってたっていうのがね、てっきり分割されてると思ったんですけどね。こういう普通にね、着物も全部一緒くたにしてあるんですね。こういう小物とかもね、一応作り込まれてはいますけれどもね。はい、まあ、ここら辺はね、グラデーションされてますね、塗装。はい、こういう着物のね、金色の部分も結構豪華さはありますね。で、髪の毛もね、一応濃いところは濃くて薄いところを薄くちゃんと塗り分けされてるっていうことで、まあそこら辺は一応グラデーションはされてるんですね。で、顔、いや、かっこいいね、やっぱゾロは。この鬼気迫る表情、いやー、かっけー。で、こうね、見下すような表情、すごいな。いやー、かっこいい。
まあ、あえてね言うとすれば、まあシャドウが全く吹かれてないっていうのとね、まあ、あとはもう成型色が 肌の部分とかも成型色丸出しっていう感じでね、まあ、そこら辺ちょっとね、シャドウちょっとでもいいから吹いてほしかったなっていうのはありますね。全くの成型色ですからね。ああでも本当今回のくじのフィギュアね、ルフィ太郎とね、ゾロ十郎しかなかったんですけども、まあ、完璧ゾロ十郎一択ですよね。いやこれはもう本当いいわ。でけえしねやっぱね、マスターライズなんでね、まあグランジスタ並みにでかいんで、いやこれはいい、やっぱねあんまフィギュアショーがね2つしかないってなるとね、もう引くより買った方が早いね。なのでまあ今回は買いましたけれども、ということで、まあ一応ね今回は、短いですがこれで終わりたいと思います。一応ね、また、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。また、随時フィギュアが入り次第紹介していきますんでね、この機会にチャンネル登録ぜひお願いします。また見ていただけましたらぜひねいいねボタン、グッドボタンを押してください。コメントもいただけると大変嬉しいです。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。